自身で何か仕掛けようとするけど、ちょっと何かうまくつけなかったり、その時にちょっとアドバイスしたのが、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、ドリブルがちょっとまあ得意じゃない、不得意な選手が、そんな中でも、しっかり自分の、プレーをしていくための、一つの、オフェンスの考え方を打ちでですね、これをご紹介したいと思います。で、まあ、今日は彼にちょっとやっていただくんですが、まあ、彼、考えるバスケットの会員さん、私会をやっておりまして、そこの会員さんで、高校からバスケットを始めて、中学までは野球部ということで、その彼にいろいろアドバイスをさせていただいているんですが、まあ、試合でよくあるのが、ドリブルをこうつくけど、まあ、ドリブルちょっとこう自信がなかったりして、ちょっとその恐怖心で何か仕掛けようとするけど、ちょっとなんかもううまくつけなかったり、まあ、時にカットされたりっていう、なかなかこう成功体験を得られなくて、もやもやしている、そういった、まあ、状況にあったんですね。でその時にちょっとアドバイスしたのが、誰でもそうなんですが、このようにこう整体してですね、ドリブルをずっとキープする、これはやっぱりディフェンスの手を感じますし、ちょっとプレッシャーを受けそうで、ちょっと不安になったりする気持ちも、分からなくもないんですね。なのでそうした時はやっぱりちょっとですね、だからといって自分がちっちゃくなってプレーするのも、心苦しいので、体がしっかりしているので、体でしっかり守って、こういう風にボールを遠くに扱えば、これ気持ち安心してプレー入っていくことができます。で、このまま押し込んで、押し込めたら味方が寄ってきたら、ディフェンスが寄ってきたらパスで、こっちでターンできていいプレーができたら、ここからシュートっていう形で、自分の長所を生かして、強いプレーっていうのに、転化できますので、ちょっとそういう意識で、最初ドリブルついて、あ、ちょっと難しいなと思ったら、ちょっとその体を寄せていくプレー、これちょっと切り替えてトライしてもらっていいですか。いきましょう。そう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 、そのプレーに移行する。そう、 OK、 あ、いいよ。もう一回行ってみましょうか。もう一回、難しいなと思ったら体で守る。そうそう、そこから、そう、 OK です。グッドグッド、ナイスプレー。今のような形ですね。長所がそれぞれ、ありますし、まあ、得意不得意っていうのも当然出てくるとは思いますが、今のようにドリブルがちょっと長くついて、つくことに、なかなかこう体勢がない選手にはこう体を使って押し込んで、プレーを展開する。でそれは別に間違っていることでもないし、質の高いプレーなんだよってことをメッセージしてあげることで、成功体験を詰めて自分のチームの中で貢献していくことができますので、ぜひですね、同じような問題でつまずかれている方は、ぜひ意識されてみてください。はい、今回はですね、ボールを守りながら、強いプレーに展開していくための一つのオフェンスのアイデアということでご紹介させていただきましたが、これとはまた別の、今度は外回りの選手が整体した状態から相手を出し抜いていく、こんな4つのドリブルムーブですね、これを今、プレゼントさせていただいております。でそのプレゼント動画が今もう全国各地2万5000人以上の方にご覧いただきまして、かなり試合で使えたということで、大好評いただいております。でそのプレゼントをあなたにもぜひゲットしてほしいんですが、そのプレゼント動画がこの動画の説明欄から、ゲットできるようになっております。登録フォームがございますので、そちらからご登録いただいて、ぜひあなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。